植田博樹氏、ナンバー、愛へのコメントでファン騒然、コミュニティの結束に影響かかつて数々のヒット作を手掛け、木村拓也主演ドラマ、ビューティフルライフ、2000年放送、TBS 系などで知られた元 TBS プロデューサーの植田博樹氏。最近、自身の X、旧ツイッター、アカウントでの発言が注目を集め、コミュニティ内で物議を醸しています。植田氏は、 昨年のキングプリンスメンバーである長瀬角や、元メンバー3人からなる新グループナンバー、愛に関する発言で、ファンから否定的な反応を受けています。元 TBS プロデューサーとしての経歴を持つ上田氏は、X アカウントでの発言で、特に長瀬角に対するコメントが注目を浴びました。長瀬角 B 期の上田氏が、何の感情もないと表現したナンバー、愛に対し、一部のファンからは、 よくあんな誹謗中傷できたねとの声が上がっています。これに対して上田氏は昨年末に TBS を退社しフリーとして活動していることを公表しています。その後も X での発言を通じて彼の個人的な意見や感情があらわになっています。上田氏の発言の背後にはキンプリのメンバーた体やナンバー、愛の結成に伴う動きがあります。 長瀬角と高橋海斗の二人体制となった金プリに対し、上田氏は、俺は連会談。そこは不変と表明しており、長瀬角に対する特別な愛着が伺えます。一方で、上田氏のコメントには賛否両論が巻き起こっています。一部のファンは、人って、道を踏み外すと顔つき変わる。元仲間が困っているときに、背中から切りつける真似は、僕は好きじゃないとの発言に共感し、長瀬くんと高橋くんなのでは といった意見も見受けられます。しかし、上田氏の発言には疑問の声も上がっています。X での投稿内容からは、旧ジャニーズ勢への叩入れが伺え、ナンバー、アイメンバーに対する辛口意見にも、いいねをしていたことが指摘されています。特に、ナンバー、アイのインスタライブでの一幕を、チンピラと表現し、それに、いいねをしていたことが注目を集めています。上田氏は最近、X での、いいね、や、リポストで、 名誉毀損に当たるとの最高裁判決が出たのだから、デマの中小記事や、それを引用してのヤフーのトップページやテレビ番組なども名誉毀損、人権侵害に当たると思うんですが、そろそろそこも議論された方が良いのではないかと個人的に思いますと、人権尊重の必要性を主張する発言もしています。上田氏のコメントに対するファンの反応は分かれており、 一方で彼の発言がコミュニティ内でどのような影響を与えるかが注目されています。彼の個人的な意見がコミュニティの結束にどれほど影響を与えるのか、今後の展開が注目されます。